今日はフィメチーノのボンゴレのお祭りに来ています。今日ね、実はフィメチーノの空港で家族揃ってエキストラの仕事をすることができたんですね。でちょうど、ボンゴレのお祭りをやっているということを知ったので、その帰りに寄ることにしました。席を予約してここに今着いたところです。メニューはこんな感じです。普通のレストランよりは随分安めの値段です。で、アンティパストとか、ムール貝とボンゴレのスープ、そしてスパゲッティは3人分頼みました。そして最後に、イカのフライを頼むことになると思います。白ワインを頼みました。こんな感じで今日はざっくばらんな夕飯なんですけど、8月の6日からワクチンを打ってない、人たちはちょっと外食もできなくなりそうなので、今のうちに、外食しておこうということで今日はここに来ました。アンティパストにタコとジャガイモのサラダを2つ と、ムール貝と、これは何だろう、ボンゴレも入ってるのかな、ムール貝とボンゴレも入ってるはずなんですけど、それの、この蒸したものを2つ頼みましたということで早速いただきたいと思います。この後にスパゲッティ、ボンゴレのスパゲッティを1人1皿ずつ頼みました。Sì, dividi un pochino, prendi un po' da quello e un po' da questo. Molto piacata in Italia, perché... Buono, il colpo va benissimo.Dai, ti piace? Buono. Buono? Buonissimo. ボンゴレスパゲティが届きました。先ほど の、 ムール貝とアサリのスープの方は全部もう食べちゃったんですけど、アサリはやっぱりね、ちょっとこれ見ても分かると思うんですけど、アサリはね小さめなんですね。なのでアサリはね日本で食べた方が美味しいですよ。アサリのスパゲティはこちら私たちは大好きで、大好きなんですけど、日本のアサリみたいに大きなものはなかなか見つからないので、まあ、こういう小さいアサリなんですけど、それでも味はとっても美味しいです。ということで早速いただきたいと思います。完食しました。ボンゴレスパゲッティはボンゴレの量がちょっと少なかったのと、ボンゴレが小さめのものだったんですけど、スパゲッティにスープの味がとってもよく染み出ていて、結構美味しかったです。私は結構大好きな味でした。なので結構満足しています。どうした？c'è una sola goccia qua. Era buono? Era buono? この後はお決まりのように練習生がまたフライを食べたいと言っているので、多分フライ頼むとは思うんですけど、私たちは結構もうお腹いっぱいなので、多分一皿分だけ頼むと思います。で、来月はもしかしたらポテトフライ買ってあると思います。それ頼むかもしれないです。ちょっとね、スパゲッティの量が 130g ぐらいあったんじゃないかな、すごく量が多かったです。お決まりのイカのフライが、届きました。もう私たちお腹いっぱいなんですけど、主人は毎回イカとかエビのフライが大好きなので、必ずお魚を食べに来た時は最後に頼みます。ボン、ボーノ、おいしい、ボーノ、ボーノ、クロッカンティ、これで一人分なので結構量多いです。私もちょっと味見だけしようと思います。もうね、私と大輝は結構もうお腹いっぱいで、スパゲティが多分 130g ぐらいあったので結構お腹いっぱいになっちゃったんですけど、このフライと、
ポテトフライこれ食べちゃったんですけど、ポテトフライは頼みました。麺にマンジャポリドゥ、おいしい。まあまあいいボーニー、まあまあスタジオプレイよ、うん、ということで全て完食しました。なのでお会計を済ませて、これからちょっと、向こう側の方で何かショーをやっているので、ちょっとちらっと見に行きたいと思います。白ワインはあのほとんど半分以上残ってしまったので、ワインの栓をもらって、お持ち帰りすることにしました。ここで調理しているようです。In maniera gioiosa, sana, e quindi vi faccio un grandissimo applauso io a voi, anche se ho le mani praticamente così. Un applauso fatelo voi per me, anzi perché non posso battere le mani. Avete ricevuto direttamente, grazie per l'aiuto che ci accordate e che ci accorderete nei prossimi giorni. Sulla mia destra io non dimenticherò mai di ringraziare gli operatori sanitari che all'occorrenza sono sempre pronti ad aiutarci, quindi un applauso a questi ragazzi, grazie mille. Speriamo sempre di non averne bisogno di passare lì e salutare, sì, vogliamo sempre per vedere gli spettacoli. Consigliamo veramente di rifarsi anche presso il nostro bar, che fa del gelato, che ha detto la mia
una stellina, non del tipo. Una guarda. Vuoi dadi? Ma è carino quello, ma forse. I dadi giocherini. Come lo vuoi? Nero, nero, a questo punto sceglie mamma. Che colore? No, ma a me non mi importa, prendi quello che vuoi. Nero? Un dado nero. Grazie, guarda. Grazie. Grazie, ciao. Aspetta, mi metterò un mantino. Ma quanti colpi hai fatto? Però. Dove andare a me? Vabbè però. こんな感じでローカルなお祭りだったんですけど、結構楽しかったです。ちょっと素朴な楽しみ方ができました。これでもしかしたらワクチン打ってない組にはまたしばらく外出が難しくなるかもしれないので、まあ、今のうちに楽しんでおいてよかったなと思っています。